それでは、今週 の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は一周空いてしまいましたけれども、方逆面の計算という話をしました。で、今回はまた別のですね、拡張ゆっくりと誤助法の応用の一つとしまして、中国常用定理の話をしたいと思います。テキストでは62ページのセクション 4.8 です。で、もともとはこれ中国常用定理というのは孫子という人のが最初にこう本に記したと言われている定理ですが、西洋ではそういうのはどうもひっくるめて中国人の定理とか中国の定理とかというふうに言われてしまうので、中国という定理という言い方が世界的には定着しております。で英語ですとチャイニーズリマインダーセオリムといいまして、CRT というふうにこう頭文字を取って訳される場合もありますが、この話をしたいと思います。で、まずここではここで考える世界として、R としまして、ユークリッド星域を定めます。で、この R 上でですね、この線形合同式というのを考えます。線形合同式というのはどういうものかというと、N と A と B というのをこの R の元としたときに、こういう合同式を考えるんですね。AX 合同 B、すなわちモデル N か。だから AX が N を法として、B と合同であるという、方程式、これ X に関する方程式なわけです。で、これを、X について解くということを、いうのが、単独の線形合同式です。で、これに対してこの線形合同式を連立させた形のものをこの定理では考えます。連立線形合同式ですね。一応、線形と言ってるのは多分皆さんすでに分かっていると思いますけれども、この解くべき変数 x に関して一時の方程式合同式だからですね。ですので線形合同式と言っておりますが、でこれをさらに連立させることを考えます。でここではN1 から Nk を、R の元として、で、これらは、互いに素とします。すなわち、
その、まあ、I と J のインデックスが異なれば、あの NI と NJ の、まあ、GCD が1ってことですね。N1 から NK というのは互いに外という条件をつけます。いいですか。で、それから、あと、A1 から AK という数も用意します。で、まあ、以上の数が与えられたときに、この i が、i を1から k までですね、に対して、この a が、その ai と ni を法として合同であると。まあ、そういう条件を満たす A を求めましょうというのが、この連立線形合同式の問題です。で、まあ、ちょっといきなりですね、この一般的な形で書いてしまいましたけれども、もう少しその具体的にはこの問題ってどういう数を、どういうことをしようとしているのかというと、これ後の方でやりますその演習問題からちょっと引用しますけれども、例えばそうですね、まあ、ある整数 A がありますと。で、これを、その、例えば、5で割ったら、2余りますと。で、それから、3で割ったら、6余ります。それから、ああ、ごめんなさい。6、ごめんなさい。6で割って3余り。ごめんなさい。失礼しました。ごめんなさい。合同式で読む順番間違えてますね。6で割って3余る。ですね。すいません。それから、7で割って5余ります。で、まあ、で、こういう、条件を満たすその整数 A はいくつかという、こういう問題を解くわけですね。で、これをその、まあ、合同式に直しますと、例えば上の式ですと、A が合法として2と合同ですと。それから2番目の式は6を法として3と合同ですと。で、3番目の式は7を法として5と合同ですと。まあ、こういう形で先ほど定義した連立線形合同式として表されるわけです。で、一応、この、合同式は、この法として使われているこの分ですね、この5と6と7は互いに素ですから、先ほど述べた定義の条件を満たしていることが分かると思います。ですので、まあ、こういう問題を解こうと。で、どうもその、こういう問題はどこから発祥してきたかというと、まあ、僕もちゃんとは調べてないんですけれども、その昔 の, そのカレンダーに関連する計算のような問題から、
あのこういう問題が出てきたんだそうで、でまあ、これをその効率的に解くと、あのまあ、もちろんそのこう行き当たりばったりで目の声で探して解くことも不可能ではないんですが、今日のお話はこういう問題を解くのにも、各種領域のご情報が有効であるという話をしたいと思います。でそこで、いきなりなんですけれども、あの今日はそのですね、問題を解くあの鍵になる定理をから説明をしていきます。一応この今日紹介する定理は、あの酒井先生のテキストにもあの番号が振ってありますので、見ますと、定理 4.60 というのを使います。であの実はあのこの授業ではそのやる機会がなかったんですけれども、あのこのテキストの第3章のですねではあの整数に関するこのいろいろな性質ですとか、それからアルゴリズムについた議論がされていますけれども、ここでもあの取り上げられておりまして、まああの興味のある人はこの第3章の 3.58 というあの定理でも、あのこの中国女王定理を満たすようなこういう A の存在などについてあの話がありますので、そちらの方も見てみてください。一応計算自体はこの定理 4.60 の内容を理解していればできるようになります。で一応定理 のステートメントを順番に書いていきますと、まあ、内容としては先ほどと大体一緒なんですけれども、N1 から NK を R の原理として、まあ、これらが互いに素であると。それから、まあ、A1 から AK も R の原理とするときとしますと。でこのときに、まずはその、先ほど言っているようなこの連立線形合同式の解が存在するということを主張しています。すなわち、この R の原、ある原 A が存在して、A がその NI を法として AI と合同であるということです。一応後の証明でこの式に触れますので、引用しますので、まあ、一つ星のスターの印をつけておきます。まあ、皆さんのノートの中では好きな番号や記号で構いません。でそれからもう一つの主張は、A プライムっていうその R の原ですね、まあ、これは A とその異なる、まあ、等しいか異なるか、まあ、こういう記述をするときにはまあ異なるという仮定をすることが多いですが、まあ、仮に A プライムというその A と異なる原もですね、同じ性質を満たすと、すなわちこの合同式スターの解であると。
もしそういうことが起きるならば、この A プライムというのは実はあの N を法として A と合同であると。あ、ここで N というのは、まあ、上で出てきたですね、この N1 から NK までの法の積を法としてあの合同であるというのが2番目の主張です。ですので、まあ、これ言い換えますと、こういうこの線形合同式の解というのは、ここで与えられたその N1 から NK の方の積を除いて、まあ、1位に定まるという言い方もします。まあ、一応これも後であの引用するので、一応あの2つ星をつけておきます。ああ、ごめんなさい。ここでなかった。ちょっとすみません。これ消しておきます。後でもうちょっと後の式つけます。すいません。というのが、まあ、あの今回やりますその、まあ、チャイニーズリメインダーセオレムの主な2つの主張です。一応これは構成的なあの計算の証明がありますので、それを紹介しておきます。証明の中では、次の性質を満たすあの数の存在を示すというのを目標にします。その数というのは E1 から EK というふうに名前をつけますけれども、まあ、R の弦としまして、これの存在を示すことを目標とします。で、それはどういうその性質かというと、これから書きますけれども、まあ、i と j がともにその1から k、1以上 k 以下の整数であったときに、まあ、こういう性質を満たすということですね。EJ がその NI を法として、まあ、1と合同になるか0と合同になるか、すなわち NI で割り切れるか割り切れないかっていう条件なんですが、このインデックスが一致する NI、NJ か、だから NJ の時だけその1余ると。それ以外のこの I に対しては、この EJ というのは NI で割り切れると。そういう、こう、E1 から EK をこう探しましょうというのが、まず、この定理の目標とするところです。一応、この式を後から使うので、先ほど間違ってつけちゃいましたけども、二つ星はここの式につけておきます。で、先にですね、この存在を示す前に、じゃあこういう EJ が見つかったら、最終的に求めたいこの A という解ですね、この A という解をどういうふうに作ればいいかということを説明しておきます。
もしその先ほど今書いたその二つ星のその式を満たす EJ が得られたとしましたら、そこからその A をどう構成するかといいますと、その AI と EI の積の和を作るんですね。AI というのはその与えられた線形合同式 の右辺というかその乗与の部分で、それにこの同じインデックスの EI をかけたものを次々と加えていって、最終的にそれを A としなさいと。というふうに A を置きますと、実際に例えばそうですね、この NJ、 この J 番目の N でこの A を割るとしましょう。でそうしますと、この割り算というのは各この A の和に出てきたその各項をこの NJ で割ることになりますから、そうするとこの、まあ、EI、 この EI ですね、この E1 から EK をそれぞれ NJ で割ることになります。そうしたときに、その向こうでやりましたこの EJ の定義から、この E の I か、E の I は、その、この NJ で割ったときだけ、その余りが1になると。で、J 以外のインデックスのこの EI は全部割り切れてしまう、NJ で割り切れてしまいますので、残らないということで、まあ、最終的に、これはこれ全体を NJ で割った余りは AJ になるというので、まあ、こういう構成の仕方をすると A ができますという話になるわけです。ということで、まあ、ここにあります、その定理の最初に書きましたこの EJ というのが、まあ、存在してかつ計算可能であるということを示すのが、まあ、このこれからの証明のメインの部分になります。で、そこからなんですけれども、まずこの N をですね、この項に出てきた N1 から NK の積と置きます。さっきもちょっと出てきましたけれども、その積と置きまして、でそれからこの ni スターというのを、n を ni で割った数とします。すなわちこれは、
この法の与えられたその線形合同式の法で積を作るんですが、まあ、Ni を除いたものですね、 K-1 個の、 あの数の積を取ったというのがこの Ni スターという数です。というふうに置きますと、仮定から N1 から NK っていうのは互いにそうでしたから、ここで置いたその NI とそれから NI スターというのも互いにそうであるということが言えます。まだいいですよね。で、ゆえに、T の i として、Ni スターとですね、この Ni を項とした逆元が存在することになります。これはちょうど前回のその方逆元の存在で、まあ、実際にその求め方などやりましたけれども、まあ、このNi と Ni スターが互いにそうですからね。そうすると、Ni スターの、この Ni を交差する逆元が存在するということになります。そこで、この EI というのを、TI というのは今作った逆元ですね。TI かける Ni スタート置きますと、この EI というのが、この上ですね、この真上、4枚目の黒板にあります、この合同式を満たすことになります。まあ、なんでそうなるかっていうのは、まあ、多分その前回の方逆元の計算の話などから多分分かると思いますけれども、この Ni スターっていうのがその左側の黒板の定義からありますように Ni 以外の数の積ですので、まあ、この数っていうのは結局、Ni 以外の Nj ですねでは割り切れると。で一方で Ni で割るということは、まあ、この Ni を合同
とするその上位を、あの DNA より上位を求めるわけなんですけれども、先ほどからですね、この TI がその NI を項とするこの NI スターの逆、ちょうど逆位になっていますので、NI で割ったら、これはちょうどあの1になると、あ 1余るという形で、あのうまくですね、このダブルスターの式の条件を満たす EI が求まることになります。ここまでがそのこの定理の最初の主張ですね。このえっ、ー、と最初の主張、うん、あのこういう合同式の解として ある整数 A が存在するという主張の証明になります。で、ここから先はそのもう一つの主張で、その別の解があったとしたら、その解がどれだけの差を持つものかということについて述べております。で、そっち行きましょう。さらに、その、まあ、A プライムですね。まあ、A の A プライムをその別の解としましょう。まあ、線形合同式の別の解としましょう。そうしたときに、i がその1から k に対して、一応まとめてみますと、a が、まあ、ni を法として、まあ、ai と合同、あ、ごめんなさい。これ A プライムですね。AI と合同なんですが、これは、その A プライムはまあ別の解とすれば、A プライムとも合同であるという合同式が成り立ちます。で、このことからですね、まあ、A と A プライムが NI を法として合同ですということですから、そうすると A と A プライムの差がですね、NI で割り切れるということが、まあ、合同式の定義から言えます。そうするとこのことから、NI というのは A マイナス A プライムを割り切ります。で、ところが、N1 から NK というのは互いに素でしたので、実はこの、まあ、A-A' というのは各 NI で割り切れるんですけれども、 N1 から NK というのは互いに素でしたので、実はこの積で割っても a-a' というのは割り切れるということが分かります。で、まあ、すなわちこれは a と a' が n を法として、n すなわち a1 から n1 から nk の積を法として、合同であると。言えてますかね。
授業に話を戻しますと、一応、まあ、N1 から NK でそれぞれで A から A-A'が割り切れるから、まあ、それ N1 から NK の積でも割り切れるということで、それはすなわち、A と A' があの N を項として合同であるということを意味しています。以上で証明は終わりです。ここまででしょうか。それでは一応その今のですね、話題に基づく、その、まあ、問題をちょっと解いてみたいと思います。で、一応今回やる問題がですね、テキストの第3章にある問題ですので、多分皆さん資料を持ってない人が多いかと思いますが、一応黒板にも書きますので、適宜確認してください。A が、まあ、合法として2と合同で、それから、6を項として3と合同で、それから、7を項として5と合同である。そういう条件を満たす。まあ、A ですね。A を求めると。まあ、ただし、今回求める A は、先ほどの定理でありましたように、この法となっている Ni の積を除いて1位となっておりますので、今回出てきた方は、5と6と7の積なんですが、これが210ですので、まあ、この A としては、この210をよりも小さなその正の整数という範囲で、これを求めましょうというのがこの問題です。実はこの問題、どっかで見覚えがある人いたかと思いますけれども、ちょうど先ほどの例題ですね、例題で出した問題です。そのまま持ってきました。で、この問題なんですけれども、その一応これ3つの合同式からなるその、まあ、線形合同式を解くという、問題でして、でそれぞれ N1、N2、N3 とそれから A1、A2、A3 があったと思いますけれども、一応それを全部書いてみますと、N1 が5で N2 が6で N3 が7ですと。それから、A1 が2で、A2 が3で、まあ、S2 が5ですね。で、これらの条件に対して、その先ほど定理で出しました
の E1 から E3 まで の整数をまず求めます。まず E1 の計算からいきましょう。で、N1 スターを確か計算するんですけれども。これは、N1 スターは42となっております。で、まあ、この N1 スターに対して、この逆円ですね。N1 は5でしたから、5を法とした42の逆円というのを求めます。で、これは前回の方逆円の計算でやりましたように、その42と5から生成するそのリュークリッド、拡張リュークリッドというところですね。これで求めます。で、一応最初ですので、最初というか、この計算例、この拡張リュークリッドのご情報の計算例は、まだそれほどたくさん出したわけではなかったかと思いますので、一応ちょっと計算の仕方も復習しながらやってみることにしましょう。で、確かこの授業の記法ではですね、この拡張リュークリッドのご情報の源として、RI と、それから SI と、TI のこの列を出力することにしていました。で、これを、まあ、i が0から、まあ、ラムダプラス1、すなわち、その、乗用が0に、Ri が、R のラムダプラス1が0に等しくなるまで出力しています。で、この意味を一応復習しておきますと、Ri というのが、R0、あれ、S0 か。SI か。SIR0 プラス、TIR の1を満たすような、そういう SI と TI ですね、あと RI の列を、組をこう順次に求めていくというのが、この拡張リュークリッドのご情報だったということを思い出してください。で、この拡張リュークリッドのご情報を計算するときには、RI と SI と TI の組をセットで計算するとですね、このアルゴリズムの流れにもかなっていて、しかも比較的簡単な形で計算できると思いますので、一応そのやり方も、見せておきます。で、まず、R0 S0 T0 の組なんですけれども、最初 R0 はこれ、拡張リュークリッドのご情報で最初に与えられた数の42ですので、42ですね。それから R0、42と。で、S0 と T0 の定義は、これはいつも同じで、S0 は1、T0 は0というふうに定義をします。これは拡張リュークリッドのご情報の定義です。で、で次に、R1、S1、T1、なんですけれども、次の拡張リュークリッドのご情報の次の元ですね。次の元は R1 は、この割る方ですね。この42を5で割るのを割る方ですので、R1 は5と。それから S1 と T1 も、これは必ず決まっているルールで、 S1 は0で T1 は1として計算をします。で、次のその R2 を求めるところから
実際にこの R0 を R1 で割る割り算を始めます。そうしますと、この場合はその42を5で割りますから、まあ、この R0、S0、T0 の組から、これ42を5で割りますが、これ8倍ですかね。まあ、この501の8倍を引くということで、まあ、この計算のルールはあまり厳密ではないというか、その数学的に厳密な構造を定めているわけではないんですけれども、まあ、強いて言うならば、まあ、これベクトル空間ではないんですが、まあ、ベクトルというような形をしていて、まあ、もう少しそのちゃんとした形で言うと、加群の計算にできるのでしょうかね。あまりそのコンピューターサイエンスの教科書ではそういうことをきちっとは述べていませんが、とりあえずこの数字の三つ組みをから数字の三つ組みを定数倍を引くというような計算を続けていきます。ですのでこの場合ですと、まずこの R0 を R1 で割った乗与が2で、それからあと S2 と T2 はちょうどここの数同士の差を取ればいいんですね。そうすると S2 が1で、それから T2 がマイナス8となります。で、同じようにして、R3 と S3 と T3 を計算するんですけれども、今度は、R1、S1、T1 から、あ、これか。S の、R2、S2、T2 を使って引きますので、これ2倍を引けばいいですね。そうしますと、R3 が1と、それから S3 がマイナス2、それから T3 が17というふうになりまして、で、このことから、その、まあ、今回はその RK のところに1が出ましたので、これで計算は終わりです。で、このことから、42のマイナス2倍に、17の5倍を加えると、まあ、1になるということがわかります。まあ、これは、その、拡張ゆっくりとご情報の結果ですね。で、このことから、マイナス42のマイナス2倍というのが、まあ、5を法として1に合同であるということになりまして、で、マイナス2は5を法としますと、3に1と合同ですから、ということで、すなわち、42のその逆減というのは、3ですね。一応、その合法とする循環で3に等しいということがわかりますので、で、E1 としては、どこで計算したかというと、T1、N1 スターか。だから N1 スターが今、42で、
D1 が3と思えばいいですから、126というふうに計算されました。ここまでいいでしょうか。一応ちょっとこの E1 に関しては拡張有機質のご情報の計算過程も一つずつ順を追ってみましたので、今後の計算の参考にしてください。で、あと、残りなんですけれども、いつの計算に関しては、まず、N2 スターを計算すると、これ35になります。で、この N2 を法としてこの35の逆元をですね、これは35と6から計算するその拡張有機質のご助法で求めます。で、そうしますと、途中のその計算結果は省略しますけれども、35のマイナス1倍に6の6倍を加えたものが1に等しいというふうになりますので、このことから、35のマイナス1倍が、6を法として1に合同であるということになります。で、このマイナス1は6を法としますと5に合同ですから、すなわち、で35の逆元というのが5に等しい、5ですね、徐々としては5に等しいということになります。で、最終的に E の2は5×35 で175となります。で、E3 も同じように計算しますが、多分だんだんこうやっていくうちに皆さん慣れてくると思うので、これは各自で、やってみてください。E3 の計算はですね、N3 スターが、210を7で割って30で、それから N3 スターの N3 を法とする逆元というのは、これは30と
名がから生成されるえ拡張ゆっくりとご助行となります。で、計算していきますと、これは講義ノートは後から公開するようにしておきますけれども、意味算が 4×30 となって最終的に120というふうになります。で、最後A の計算なんですけれども、その A はどうやって計算したかというと、今計算した E1、E2、E3 とそれからその問題で与えられました乗与ですね、乗与の A1、A2、A3 の積の和でしたので、最初が2か A1 が2で E1 が126で A2 が3で E2 が175で A3 が5で E3 が120、そうしますと1377となるんですが、これは先ほど その問題を作る際に、この A の値としては210未満のより小さい正の数で表しましょうとしておりましたので、今回はこの117ですね、210で割った110余りの117というのが求める A ということになります。で、実際にこの117をですね、その問題で与えられた5と6と7で割って乗与を求めると、確かにこの例えば5で割った余りが2になり、それから6で割った余りが3になり、それから7で割った余りが5になるということが確かめられると思いますので、この検算のところはまた各自で実際に確かめてみてください。一応皆さんにはですね、その、他のこれまでやってきた他のアルゴリズムもそうなんですけれども、まずこの、僕が授業でですねやったこの計算をフォローしてもらって、で一応計算の手順を確かめつつこの内容を理解してもらうというのが有効かと思います。で、できる人は、それをもとにこちらの坂井先生のテキストにある類題もありますので、そちらにもチャレンジして理解を深めていくというのではないかと思います。ここまで、何か質問はありますでしょうか。はい、この授業も残り1回となりましたけれども、一応次回の内容としましては予告なんですが、有理数の再構成というのをやりたいと思います。
場所で言いますと、テキストの69ページから71、72ぐらいですね。のあたりにある話をやろうと思いますので、必要な人は適宜、予習をしてきてください。ここまで質問ありますでしょうか。じゃあ一応若干5分ぐらい時間が余りそうですので、一旦授業を閉めてから授業アンケートの方に入りたいと思いますので、またその後で指示に従ってください。じゃあ今日は授業はここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。